チャ、ニューヨーク平均、そして日経平均、どん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 ね、急落が続いているところで、ドル円も急落が今日はありましたね。今でも下がっているんですけども、この図です。これ4時間を見てるんですけども、どうですかね。朝お話して、途中で、お昼ぐらいにもね、中間をお話しましたけども、ズドーンと落ちましたね。これはもともとソーサートップがここにあって、で、小さめのソーサートップがここにもあってってことをお話しました。それで横ばいから、ここね、ここですよ。このゾーンを、すいません。ゾーンを破ったら、ゾーンだよ。ゾーン。ゾーンを破ったら下に下がるということで、大きく下がったんで、これはね、取れたと思います。で、この後どういう風になるかっていうと、力点を他に求めるとすると、こういうところでしょうね。ということは、私のいつもの仮説では、ここまで、まだまだ下がるということです。ただちょっとね、考えていただきたいなというのが、スフィンクスなんですよ。スフィンクスって、こういう風に上がっていって、頭があって、ドーンと落ちていって、そして手があって、で、こういう風な形になってますよね。これわかります?この形と、さっきの4時間見てください。4時間、スフィンクス。こう上がっていって、背中があって、頭があって、で、手があって、終わるみたいなね。スフィンクス。もう一個行きましょうか。スフィンクス。これですよ。これ。これね。こうどうですかね。スフィンクス。これね、私が勝手に名付けたやつなんで、真に受けないでくださいね。ただ、私ずっとこれスフィンクスってのがあるんじゃないかなって意識はしていたんですよ。心理論ですね。で、1時間に戻りますけども、1時間はぐーっと落ちてきて、横ばいがあって、今日はここが取れたんじゃないかなと思いますけども、いかがだったですかね。まあ夕方なんでここで取引は終わってですね、あとまた、多分まだまだ下がると思いますけどもね。まあ円高に触れるんではないですか、もうちょっと。このだから、ダウントレンドってのはしばらく終わらないと思います。まあね、今日金曜日ですから、また来週からやり直しましょうか。今週はでも良かったでしょ。操作トップも取れたと思いますし、今日も取れたと思いますし、このね、世の中どんどん不況になっていて、買い占めも行われてるみたいですけども、全然関係ないですね、相場やってると。で、不謹慎ながら、FX はどんな時でもあなたに資金をもたらしてくれるということです。それでは今週もありがとうございました。では失礼します。